はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではドラゴンクエスト5、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、天空城の近くにある、トロッコ洞窟に行きまして、そこでね、まあ、天空人のプサンを、まあ、助けまして、でその足で天空城に行ってみたんですけれども、まあ、中はね、当然水浸しになってまして、で天空城の、まあ、沈んでしまった理由というのは、ゴールドオーブがね、破壊されたからというのが分かりましたので、まあ、なんとかね、そのゴールドオーブを、復活させないといけないという話になったところで、まあ、前回は終了したわけなんですけれども、そのオーブを、復活させるには、妖精の国の女王にね、会いに行かないといけないので、今回はその妖精の国にね、行ってみたいと思うんですけれども、まずはサラバナまでルーラで飛んじゃいましょう。それでサラボナには入らないで、ここから魔法の絨毯ですね。毒の沼地越えて、なんか砂漠みたいな、あ、ここですね。ここに降りれば大丈夫なんですけれども、ここまでかな。で、あとは徒歩ですね。確かこの森の真ん中ら辺になんか、そのね、妖精の国に通じる場所があるんですが、ドラゴンゾンビ3匹。まあ、普通に戦ってみましょうか。まあ、普通にというか、まあ、ガンガン呪文は使いますけれども。ライデインはあまり効きませんね。マヒャドはどうでしょう。あんまり呪文は効かない感じかな。で、物理攻撃も結構痛いですね。普通に殴って倒した方が早そうですね。あ、凍える吹雪。なるほど。だからヒャド系は効かないんですね。お、ゴレムスがレベル16ですね。お、ついでにエミリーがレベル14。ちょっと回復しましょうか。ベホマをまずはゴン1。ロンも回復しないとまずいかな。うん、これで OK でしょう。あ、ここですね。まあ、ここは迷いの森なんですけれども、まあ、とりあえず一回こっちに行きましょうか。うん、人いますね。ここは妖精の村に通じていると言われている迷いの森だ。知ってます。しかし普通の人間じゃこの森を抜けることはできねえみたいだぜ。あ、そうですか。もっとも妖精の姿を見ることができるなら話は別だけどよ。なるほど。私もね、子供の時は妖精の姿を見たことがあったんだけどね。なるほど。大人になってからは見られなくなっちゃったんでしょうかね。お、小さなメダル。じゃあこれは送りまして、あとは何にもないかな。一応タンスもチェックしていきますか。お、エルフの飲み薬。ではお邪魔しましたと。まあ、さっきのおじさんも言ってましたけれども、まあ、ここは正しいルートで行かないとね、まあ、ループしてしまうんですが、うわ、メガザルロック出ましたね。まずはメガザルロックを全力で倒しましょう。まあ、隣にいるアンクルホーンはどうとでもなるかな。アンクルホーンは確か仲間になりますね。お、ヒャダルコ。結構痛いな。うん、OK ですね。まずはこっちかな。下は何かあります？敵がいっぱいいるな。まあ、権現は普通にメガザルロックかな。あ、っていうか、まあ、全員でメガザルロックを倒さないとまずいか。この自爆系の敵は、うわ、きついですね。
まあ1体減ったんで楽かな。でまたローンがちょっとまずい感じがしますね。では親父が直してあげましょう。戦闘また同じ組み合わせですね。まあまずはメガザルロックを全力で倒していきましょう。そっか、オーガヘッドも自爆してくるんですね。でラムコーンは確か仲間にはなんないですね。前に出てきたあのケンタウロスみたいなのが確か仲間になると思うんですけれども、これは仲間にはなんないタイプかな。お、宝箱。あ、妖精の剣ですね。まあ、妖精の剣は前回ね、誰かからドロップしたので、装備できる人います?あ、そっか、ここでは、モンスターがいないのか。では、まあ、後で試してみましょう。いっぱいいますね。まあ一応全体攻撃をしておきますか。まあそれなりに呪文は効いたかな。でバギクロスを打ってくると。頑張れ。OK ですね。ここはどこだ?アンクルホーンか。まあ、ライデイン&マヒアド?こんな感じでやってみますか。これで倒せないか。惜しいですね。お、仲間になりましたね。まあ、一応。パーティーに加えますか。では誰かを預かり女王に送らないといけないんですが、まあここはエミリーかな。といってもまあ今馬車がないんでね。まあさっきのアンクルホーンが戦闘に加わることはないんですけれども、ここ上かな。またメガザルロック出ましたね。ラムコーンはさっきなんかスカラかなんかを唱えましたけれども、まあ呪文でどうとでもなりますね。まあスカラの上からガンガン殴っても倒せそうかな。お、会心出ましたね。ふう。お、ゴンゲンがレベル42ですね。素晴らしい。お、ついでにゴンイチくん。ついでにじゃないな。あ、ギガデイン。覚えちゃいましたね。やった。では、レベルアップのお祝いに回復ですね。では、ベホマをロン。あ、焚き火ありましたね。あれ?父さん、焚き火のところに誰かいるよ?まあ、ゴンゲンは大人になっちゃったんで、もう妖精見えないですね。キャ、待って、君は誰なの?え?あなたには私の姿が見えるの?うん、やっぱり子供にしか見えないんですね。で、私に何か用かしら?僕たち、妖精の村に行きたいんだけど。わかったわ。悪い人じゃなさそうだし、案内してあげる。こっちよ。ありがとうございます。父さん、こっちだって。ついてきて。了解です。まあ、あとは子供たちの後を追っていけば、妖精の国に行けそうですね。まあ、ゴンゲもすっかり汚れてしまったんでしょうかね。ここで到着かな。いや、懐かしい場所ですね。まあ、まずは情報収集していきましょうか。
は人間だ。人間がこの村に来るなんてずいぶん久しぶりだな。これはゴンゲンがちっちゃい頃に来た以来なんでしょうかね。確かこの前人間が来たのは20年くらい前じゃったな。なんとお前さんがあの時の子供か。大きくなったの。あ、やっぱりそうですね。まあ一泊していきますか。安いな。うん、まあこれで全開しまして、まああんまり人はいないんですけどね。ここはポアン様が治める妖精の村よ。え、ゴールドオーブを？それならポアン様に聞けばいいと思うわ。なるほど、ポアン様にも久しぶりですね。ここには確かいい防具がいっぱい売ってるんですけれども、お金が全くないですね。全くというか、なんか一個買ったらなくなっちゃいますね。まあちょっと実況外でお金稼ぎでもしましょうか。あとはまあベラとかもね、久しぶりに会いたいですけれども。この人は、妖精の城は普通の人間に見ることはできません。しかし妖精のホルンを吹けばあなた方にも見つけることができるでしょう。山々に囲まれた深き森、その森の湖の真ん中でホルンをお吹きなさい。あ、なるほど、これはちょっと先のというか、まあこれからのヒントかな。ここは確か教会かな？ですよね。うん、通常営業。では、久しぶりにポアン様に会いに行きましょう。あ、その前にベラーですね。ゴンゲンだってこと、私にはすぐに分かったわ。本当に久しぶりね、ゴンゲン。そうですね。妖精国の女王様に会う方法は下の階にいるルナが教えてくれるはずよ。まあ、さっき聞いちゃいましたね。頑張ってね、ゴンゲン。頑張ります。あ、そっか、ここは妖精の国ではなくて、ただの妖精の村ですね。ポアン様。まあ、もしかして、ゴンゲン、なんて懐かしいんでしょう。そうですね。あの時は本当に世話になりましたね。いえいえ。それで今日は私に何か用なのですか？いえ。でも本当に懐かしいわ。用がなくてもゆっくりしていってくださいね。あ、なるほど。話が進みませんね。では用事があります。ゴンゲンは事情を話した。随分かいつまんでますね。そうですか。どうやら約束を果たす時が来たようですね。ゴンゲン、このホルンを持って行きなさい。はい。私たち妖精国の女王がきっと力になってくれるでしょう。ゴンイチが持っちゃってますね。セリフはこれだけかな。神の城が再び天に昇り、世界が平和になることを私たちも祈っていますわ。なるほど。まあ、ずいぶん前に、この妖精の村にね、来た時は、まあ、人間界がね、寒かったんで、まあ、それをね、助けてもらったっていうのもあるんですけれども、確か、大人になって困ったことがあったら、もう一回この国を訪ねなさいみたいなことをね、まあ、ポアン様が言ってましたけれども、まあ、その時のお返しをね、してくれるっていう感じでしょうかね。ここはルーラで来られますよね。では帰りましょうか。ルーラは使えないですよね。そっか、徒歩で帰るしかないんですね。踊る宝石。懐かしい敵がいますね。まあ一気に倒しちゃいましょうか。あ、でもあんまり呪文効きませんね。わ、全く効かない。バギクロスはどうでしょう。ギリギリ効く感じかな。ふう。
帰り道、まあどっから帰っても一緒かな。あれ、あ、ここだと戻っちゃうのか。バギクロスをラムポーン、あ、そうだ、ギガデインでも打ってみますか。うん、効きますね。まあギガデインは全体ではなくて、まあグループ攻撃になっちゃうんですけど、まあそれなりに強力ですよね。ここが妖精の剣があった場所なので、メガザルロックを全力で倒す。ん？ルカニ。まあルカニを唱えられましたが、うん、まあこれで OK でしょう。あれ？帰り道。帰り道はやっぱりこっちでいいのかな。いっぱいいますね。面倒なので逃げましょう。メガザルロック2体はちょっとね、面倒ですね。これはどうしましょうか。まあ戦いますか。ギガデインかな。こんな感じでどうでしょう。なんとか自爆する前に倒したいんですけどね。お、攻撃してきましたね。ちょっとびっくりしたぞ。ギガデイン、それからマヒャド。うん、これでなんとかいけたかな。あと1体がちょっと怖いですね。笑ってる。あとは普通に殴って倒しましょう。お、ロンがレベル35ですね。今回は親子揃ってレベルが上がりましたね。うん、これで帰ってきましたね。ではまあさっきルナがね、行ってた場所に向かわないといけないんですけれども、まあ、とりあえず今回はまたネットの宿屋でセーブして終了しましょうか。まあ、実際妖精の国に行くとね、またイベントが進んだり、ちょっとね、長くなったりすると思いますので、うん、とりあえず今回はこのネットの宿屋でセーブして、また終了したいと思います。では、セーブしましょう。3番かな。うん、これで OK ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。